う人な。ゴードンはニューカッスルを離れてリバプールに参加したいという希望を表明したと伝えられている。ニューカッスルは PSR に従うために選手を売却する必要はなくなったが、リバプールが移籍を迫れば引き止めるのは難しいだろうと認めている。A メディア TE エンタクスによると、リバプールはニューカッスル側からのクアンサーとのトレードをリバプールは拒否したものの、リバプールはゴードン獲得を諦めておらず、GK ケレハー5000万ポンドでオファーをした模様。正直スロットリバプールにはディアスよりゴードンの方が合いそう。どの報道でもリバプール移籍に前向きなゴードン、元エバートン10番のプライドなくて好き。サウジカッスルが CL 出れないしそういうところも嫌なんだろうな。金で補おうがどこまで行っても中堅クラブなんすよサウジカッスルは。報道されてる通り本人の意思が本当ならぜひ来てほしい。でも本職 LWG だし、先に現有戦力の整理がなければなねえ。FW でニューカッスルからリバプールへの流れは、キャロルの印象が強い。ゴードン君がリバプール来たとして、うーんやで。それでディアス出て行ったら戦力低下甚だしいがな、身内受け早いかもやがな何より俺は学ポーグで見たいし。ゴードン取る早いんじゃけど、アンカー&CD を的確に補強してくれるんか心配でしょうがないんすよエドワーズいるから大丈夫だとは思うけどね。ゴードンがリバプールに来ることを、エバートンファンが激おこなのが一番意味わからん元はリバプールの子だぞ。ゴードン、KOP ならエバートンなんて行かなきゃよかったのに、